千葉けちえです。今回は YouTube をプライベートで活用するご提案です。写真も動画に加工することで YouTube を無料のデータストレージとして使えます。溜まってしまった写真や動画が多くてクラウドに課金しなければいけなかったり、 SD カードに保存したもののほったらかしちゃってどこに何が入っているんだっけってことありますよね。 YouTube は保管庫になるだけではなくて、一般には非公開のままプライベートで共有することもできます。成長記録、旅の記録などを親族やご友人と共有できたら楽しいですよね。写真共有サイトやアプリと違って YouTube の場合、見ていただく方の環境がインターネットに接続できていれば簡単に共有できる点も魅力だと感じています。でも動画を作るなんてすごく難しいと思われるかもしれませんが、そんなことはありません。私自身30代はずっとガラケーで、しかも楽々音を使っていたようなデジタルに疎い人間です。今も動画は 99% 携帯のみで作っています。フリック入力もできません。そんな私だからこそ分かりやすくご紹介できるかなと考えています。 YouTube をプライベートで使う場合、完全に非公開もできますが、他の方と動画を共有する方法として2つあると言われています。1つは限定公開といって URL を知っている人だけがアクセスできる方法、もう1つは非公開のまま限定した Google アカウントからのみアクセスを許可する方法です。これ誤解されやすいのですが、限定公開は名前は限定とつきますが、URL が拡散されてしまえば誰でも見れてしまいます。ご不安があるような内容であれば非公開がベストです。ただ一般的に言われているこの2つの方法の他に、私はもう1つあると考えています。共有アカウントを作ってチャンネル自体を共有する方法です。ご家族や仲間内で楽しむのであれば、安心でかつ一番便利なんじゃないかなと思っています。その上で動画によっては、先ほどの2つの方法、限定公開にして広く開放したり、非公開のままお知り合いに共有する形が現実的かなと考えます。後ほど詳しくお話しいたします。まずは楽しくて簡単なことから。先ほどの写真や動画を組み合わせて編集する形は少し他のアプリが必要になりますので、まず第1回目の今回は動画のアップロードの方法と同時に、一つの動画を YouTube のアプリだけで編集できる YouTube ショートの作り方をご覧いただきます。1分以内であれば YouTube のアプリだけで音楽やテキストを加えることができます。YouTube のアプリを開いたら、下のプラスのボタンを押します。アップしたい動画を選択します。ここで縦の動画で1分以内のものであれば、次へのタブだけが表示されますが、横の動画だったり1分以上の動画の場合は、ショート動画で編集というタブが表示されます。今選択している動画は7秒と短い動画ですが、横向き動画だったのでタブが表示されている状態です。動画は1分以内にまとめると、音楽や文字をプラスして魅力的に加工することができます。それを動画の編集と呼びます。加工なし、編集なしで良しとするならば、次へのタブで進めばアップロードは完了します。かなり長い動画もアップロードすることが可能です。とりあえず動画の保管庫としてご利用されても良いかと思います。今回はショート動画として編集してアップロードする方法で進めますので、左のタブを選択します。すると縦の動画としてレイアウトや長さを編集できる状態になります。動画に触れて左右を動かして見たいものが映るようにレイアウトします。
動画の長さを編集したい場合は下のバーで調整します。不要な前後をカットする形です。その2つを終えたら次へ押します。下に5つのタブが並んでいますよね。ここでより魅力的にデコレーションをすることになります。一番左のサウンド、音楽から入れても良いのですが、もしナレーションを入れたい場合は音楽を先に入れてしまうと綺麗に入りにくいので、ちょっと一旦置きますね。まずはテキスト、文字を入れてみましょう。動画の中に入れるテキストは後から変更はできないので、感想などではなくて時と場所程度にすると良いかもしれません。文字の色は好きな色をタップして選択します。文字の大きさは右のバーに触れながら調整することができます。完了ボタンを押すと確認ができます。きちんと入ってますね。次にナレーションを入れてみましょう。動画の中の三角ボタンで動画がスタートです。真ん中の赤い丸を押すと録音されます。入れたいタイミングで声を出します。いい感じですね。ではサウンド、音楽を入れましょう。頑張る感じにしたいので検索に頑張るを入れてみます。いろいろな音楽が出てくるのでタップして聞いてみます。ちょっと大人っぽすぎますね。これいいかな。いつかたどり着くその時。気に入ったら矢印で選択です。ちょっと音楽が大きすぎるので、そんな時は音量タブで調整することができます。元の動画やナレーションの音量も気になるならば、ここで調整することができます。いろいろなタイミングも調整できます。今回はテキストが動画の邪魔にならないように途中で消えるようにしてみようと思います。ちょうどいいですね。次へ押すと詳細を追加の画面になります。ここで表紙になる画像を作るために動画をタップします。左右動かして一番いい画面だなと思う場所で止めて手を離すと、その部分が表紙になります。 YouTube では表紙のことをサムネイルと呼びます。完了したらラストです。キャプション、説明文を入れましょう。プライベート動画の場合はタイトルの他に思い出のメモとして感想なども付け加えても良いかもしれませんね。このキャプションは後からいつでも変更や追加することが可能です。気軽に書いてみましょう。それではアップロードしましょう。アップロード時間は動画の長さに比例します。ご自宅など Wi-Fi の環境下の方が早いのでおすすめです。作成した動画の一覧に追加されてますね。確認です。いけ。公開の設定は YouTube スタジオで微調整できます。ブラウザーで YouTube スタジオを検索してください。 YouTube スタジオはアプリもあるのですが、評価がちょっといまいちですが、本当ね、正直使いにくいというか、できないことが多いんですよね。iPhone と Android でも方法が違ってくるようなので、今回は YouTube Studio にブラウザーから入る方法でご紹介します。アプリに入るのではなくって、Studio に移動で進んでください。ちょっと小さい画面で見にくいのですが、Studio に入ることができました。左上のタブで YouTube のタブをタップします。自分が上げた動画の一覧が上がっています。該当する動画をタップします。編集画面に進むと、右側画像の下に公開設定があるので、そこをタップします。
基本は非公開になっています。こちらを非公開のまま見ていただきたい方だけに教えたい場合は、動画を非公開で共有するという青文字をタップします。出てきた枠に Google アカウントのメールアドレスを入力してメールを送る形で共有することができます。この非公開で共有システムはショート動画にも存在はするのですが、実際にはメールは届きません。ショート動画は非公開で共有はできないそうです。ちょっと戸惑ってしまいますが、システムの調整中なんでしょうかね。ショート動画を共有したい場合は下にある限定公開のみになります。 URL を知っていれば誰でも見れる方法になるので、詳しい個人情報を入れないように注意されると良いかと思います。注意は必要なのですが、イベントのお知らせなどにはとても便利だと思います。 URL はメールや LINE でお伝えするほかに、連絡先を存じ上げない方へは QR コードに変えてお便りやポスターに印刷するとアクセスしていただきやすいかと思います。いろいろなサイトで無料で変更するサービスがあります。そしてこの YouTube スタジオで大事なことは、何かの作業をした後は必ず完了ボタンはもちろんですが、さらに上部にある保存ボタンを押すことを忘れないようにしてください。広いスタジオに隅っこにある小さいボタンで気づきにくいです。当初どうして変更が反映されないんだろうって戸惑ったところです。保存すべきことがある場合はブルーのボタンになっています。完了も必要な時はブルー文字です。でもあくまでも作業の完了です。そしてケチ絵が一番便利かなと思う方法、家族やグループ間で Google アカウントを共有する方法についてお話しします。ご存知の方も多いと思いますが、 Google アカウントは複数作ることができます。共有アカウントを作ってチャンネルにログインすることでセキュリティは守られますし、通常の YouTube を見るみたいにチャンネル内の動画をタップして選ぶことができるので、とっても使い勝手がいいです。みんなで動画をアップし合ったりするのも楽しいですよね。先ほどお話しした非公開と何が違うかというと、違うアカウントの場合、一つ一つの動画に対しての許可という形になってしまいます。先ほどのメールボックスでメールを送ると、先方の G メールに許可されましたよというこのようなメールが届く形になります。このメールからしかアクセスできません。チャンネル内に入っても許可された動画であっても、非公開の動画は動画の一覧には載っていないんです。ですのでメールを取っておかなければいけないし、画像で選ぶことができないので、ちょっと使いにくいですよね。共有アカウントのリスクは間違えて削除してしまうことだと思いますが、削除するボタンを表示するにはワンアクション必要だったり、もし押してしまっても本当に削除しますかって聞いてくれるので、それほど間違えることはないんじゃないかなと思っています。もしご不安があるようであれば、共有のアカウントだけでなくって、ご自身のアカウントにもバックアップとしてアップロードしておくと安心かもしれません。デジタルに強い方には回りくどい説明だったかもしれません。お許しください。次回はアプリを使った複数の写真や動画を組み合わせたアルバム的な動画の作り方をご紹介できればと思っています。スマホ一つで作れます。私は有料版を使っていますが、無料版でも十分楽しい動画が作れます。楽々本ユーザーだった私だからこそ、スマホ初心者の方にも分かりやすいようにご説明できると考えています。ぜひご覧ください。今回も最後までありがとうございました。